マズハブはイスラーム法学派を指すアラビア語の術語。複数型はマザーヒブ。イスラーム初期の150年間、各地に多くの学派が形成され、預言者、ムハンマドの教諭ら自身によるものもあったと言われる。中でも著名なものは、ダマスカス、クーファ、バスラ、マディーナなどで、後にマディーナはマーリック法学派となり、イラクのものはハナフィー学派へと組織化された。 合わせて、シャーフィー学派、ハンバル学派、ザーヒル学派などが形成される。またシーア派は、六大エマアームのジャーファルサーディクニナを取る、ジャーファル法学派という独自の学派を有する。このうちスンナ派では特に以下の四学派を四大法学派とする。しかしながらこれらの法学派は、一般的な意味における宗派ではなく、イスラーム史を通じて、相互に様々な交流、 調和があった。スンナ派の神徒は、四学派すべてが正しい法的な指導を行っている。相違は信仰の基本にあるのではなく神徒が考えを、従うイマームやウラマーといった法学者が行った、それぞれ独立した理論の結果としての法の判断、解釈にある、と考えている。なぜならば、独立した法解釈の方法,法論が異なっているからであり、 特定の事象に関しての判断が異なることも結果としてあり得るからである。例えば、四学派の間では礼拝の方法に関してわずかばかりであるが相違があるけれども、それにもかかわらずその相違は大きいわけではないので、それぞれの信徒は命名いずれかの学派の方法を選ぶのである。すべてのすんな派の信徒がある、特定の方学派の考え方を選んでいるわけではない。 それは、ムスリムが少数派の国では特に顕著である。普段は、四大学派のいずれかの助言、指導を選択している。各学派の有力な地域シャーフィー学派、ハナフィー学派、ハンバル学派、マーリーク学派、ありがとうございます。